こんにちは、かくすけです。やっていきます、スターオリューバレー。昨日ね、プロポーズしてきましたよ、アビーに。突然、今日はドワーフの誕生日だから、ドワーフさんにアメジストを渡しに行きます。美しく晴れた一日、精霊人が何かにを伝えようとしてる。お、とても幸せか。醸造樽だ。ワインの材料にはブドウを使うのがスタンダードだけど、ブドウ以外の果物でもワインを作れるって知ってたかい？野菜を入れてジュースを作ることもできるよ。よし、じゃあ冒険に行ってもいいな。そうかそうか、冒険か。スライムの卵を取りに行ってもいいね。砂漠のが、砂漠が怖いってわけじゃないですよ。あ、ブルーベリーじゃない。スライムやら樹液やら、種をね、一箇所に集めときたいな。種ボックスを、木材で、はい、箱を作りまして、緑色かな、種ボックスだから。ぽい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 、オッケーで、木じゃなくて石のね、スライムのあそこに入れられるのかなっていう疑問。今私何を入れた？石がこんなに残ってるぞ。石の柵を入れたのか。石を入れたかったんだけど。で、ホップもうそろそろいいか。ブルーベリーもいいか。ザリガニ、玉きび、普通のホップでも入れとこうかな。おし、キルル、はよー。で、昨日のね、魔女が何をしたかとっても気になります。お、そうだった、ブルーベリー集めてなかったな。はいはいはい。で、そうだ、土に入れちゃったけど、ビーツを植えたいんだったな、中に。ビーツを植えようかな。あそこのスターフルーツを一個作って、あの謎のね、ハテナのところにちょっと持っていきたいんだよね。星型っぽい感じだったから。うわっ、掘った分なくなっちゃってるじゃん。まあ急ぎじゃないから、はいか。なんというもったいないね。とりあえずいっか。まあまあ、のんびり牧場ライフだからね、そんな急ぐことないでしょ。はい、入れとく。スターフルーツだけは植えたい気もするな。13日だから外はダメだな。それだけ育てよう。小麦を作った食べ物とかも作りたいけどもね。ほい。お水をやってスターフルーツを植えます。ほい。ブルーベリーはルイス町長が大好きなんだよね。魔女何したの？中のこの子たちに何かした？いや、大丈夫そうかな？かな？かな？大丈夫だよね、君たちは。藤は元気そう。あ、藤もう話しかけたっけ。
何してたんだろう。これをちょっとボロボロにさせた？ひょっとして壊れやすくさせたとかありそうだよね。ホワイトエッグ。あ、ホワイトエッグが2個あるよ。あれ？そういう？いいことしてくれた？ひょっとして。とミルク入れ、ウール。いいことしてくれた？かもしれない。あ、そうだ。解放。あ、ちゃ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 。ほい、うん。で、君たちも。おはよう。よいしょ。羊ちゃんすごいよね。2日に1回枯れるからね。あ、違う、ごめんね。ごめんね、水かけちゃった。あ、よかった。びっくりしたー。機嫌が悪いのかと。よし。うん。はい。で、ウールはもうすでに入れてまして。よし。ほい。うん。どうしようかねー。最近やることが減ってきちゃって。ブルーベリーも入れちゃえ。ごめん、ルイス町長。ひまわりは入れとこう。うん。で、スライムのところにね、壁を置けるかどうか気になるんだよね。なんか音が聞こえたぞ、今。ああ、ボンボンが何か見つけたと思ったけど。ヒュー！これをさ、置けたりしない？あ、置けるじゃん！おっしゃ。こう作って、ちょっと、あと一段階ね、上路をレベルアップしたら、さらに縦に4つぐらいはいけると思うから、それで行きたいな。行こう。それで行こう。で、今日はドワーフさんのね、誕生日だから忘れないようにしないとね。10個ぐらい？うん。あとはゲートを木材を使って作るでしょう。うん、ゲートも必要。よし。うん。よーし、これで安全に水をやれるぞー。あ、ついでにビーツを砂糖にしようかな。あ、2個入れられたりするんだ。それは便利だねー。安全策。ここは置けないのね。で、ゲートを、あれ？あ、設置すると。へっへー！完璧。これで安全だぞ。君たちは何も問題なし。スターフルーツ。もうね、光の結晶です。私は断言します。あれは光の結晶だ。一応トパーズ。トパーズは使えなかったよね、確か。よーし、行くぞー。わ、ちょっともう結婚前さ、毎日アビーに会いに行きたいよね。と、コウさんに行きまして、ドワーフさんの誕生日ですよ、今日は。どうぞ。サンバヤガナーエッピパウグヌオウシビエーユヒパワー。あ、もうあげたね。ドデコチアパネイルチルキルウチバヤシスヨエジウシズトバサナ。なんかね、ドワーフの巻物でいろいろ言葉わかるって聞いたけども、仲良くなる必要もあるのかな。
プリカンタウン。じゃあバス停に行ってカリコ砂漠の恐竜にあれをあげて、さらに家の増築にね、どれほどの資源が必要だったかっていうのを確認したいんだよね。今日は急ぐぞ。ほい。はい、光の結晶でしょ、あなた。はい。お、やったやったやったね。もう、勘さえてる。ドラゴンのアギトの中に結晶を置いた。目の穴のところにメモが隠されている。君はどうやら信用できそうだ。帰ったら君の家にある材木置き場を調べてみたまえ。ミスター QI、 オッケー。あ、せっかくだからサンディに前に行こう。スイートピーを持って。あ、間に合わないかな、ロビンさんのお店。ギリギリ間に合うか間に合わないかだよな。はい、うん、オッケー。うん、寄与してよかった。店じまい寸前。うん、種はね、結構いつも買わせてもらってるよ。急げ、急げ。ミスター QI。あ、自分の材木置き場を調べる。オッケー。なんだろうな。はい、帰って。ロビンさんのところだ。おー、遠いぞ。どうしよう。うん。もう一回鉱山に行って、そっから行こう。てーん、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 てーん。あ、アビー、アビー。この私が結婚？楽しいことしようね。あ、同じことしか言ってくれないんだ。秘密をいくつか見つけたね。ロビンさん、間に合うかな？間に合わないかな。おめでとうって言ってくれないかな、みんな。ロビンさん、間に合った。家をアップグレード。これは、家アップグレードは、これ前も書いたかも。5万ゴールドと、あー、硬い木50。やっぱり硬い木だよね。あ、150じゃない、150だよ。絶対無理。毎日行かなきゃね。はい、桃だよ。はーい、よかった。最近はね、材木についていつも語っておりますね、ロビンさん。セバスチャン。快晴の日はみんなすごく幸せそう。うん、そうだね。好みは違うから。仕方ないよ。私も雨は嫌いじゃないよ。とやることは特になかったっけな。てん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 。そうそうそう、伝説の魚。うん。こっからの川の滝が落ちるところって言ってたよね。まあまあまあ。滝なんてあったっけ。あ、ちょうどいいところにスイートピーが。ペニー、はい、こんにちは、カクスケ。調子がいいようでよかったわ。トパーズあげる。ありがとう、このプレゼントとっても素敵。よしよし、もうみんなのね、好みはね、よく知ってるから。うん。女の子はデミトリウスがいる。アービーさんがいる。アービーさんはそんなに話してないから。あげる。素敵なプレゼントだね。ありがとう。リコは適度に浴びてくださいね。はい。紫外線には気をつけます。日焼け止めちゃんと塗ります。パッ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 。ん？ピエールさんのところに。海ひごい。開けるだけ避けるかな。おシェーンさんがいるじゃん。シェーンさん好きなんだよな。なんかな、害虫を見るかのような目で世界中の人に見られているような気持ちになったことはあるか。あー、まだあんまり改善してないみたいだね。よい日焼けっぷりだな。あー、いい
焼けっぷりでしょう。適当。あれ滝なんてあったかな。あっちかな。あっちの方かな。反対側の森の方にあったかな滝。滝なんてないよ。こっちとかもないよね。ま、川って言ったらこっちなんだよね。あっちは湖だからな。でも海になっちゃう。あ、ここの海、こことか？あ、入れないか。入れると思った。期待しちゃった。あ、ヴィンセント。父さんとあんまり会えないんだ。一緒に会いたい、遊びたいよ。うん、かわいいなぁ。かわいそうになぁ。ケントさんもいろいろね、心の傷があるからね。この辺でいいものは釣れたか？うん。優れた海、釣り人になりそう？やったね。よいしょ。海ひごいを釣ろう。今日は幸運だからきっと釣れるさ。いや、一日ってあっという間だね。今日もね、スライムの卵とか取りに行きたかったんだけど取れなかったな。あれ、今日は本当に幸運なのか。え、幸運なの今日。嘘だ。隣で釣っちゃおう。いやー、今日はどうですか？よく釣れてます？サビキ釣りですか？いいですね。あ、釣れそうですね。全然釣れてないけど。リリーさんはそれを楽しんでるのかもしれないけどね。こう、ただ釣り糸を垂らすだけで心が落ち着く人っていそうだよね。ほい。お、やっと来たぞ。あ、オヒョウか。あ、海ひごい。確かに海ひごい釣るの結構苦労したもんな。ウエダイを釣るのに苦労したのかな。おひょうだねー。海ひごい釣れないかも。ごめんね。まだ諦めちゃダメだ。あ、これもおひょうっぽいな。おひょうしか釣れない。いや、でもこの心洗われますね、この波の音。あー、いいなー、釣りたいな。釣りたい？いや、一人で海の音を聞きたい。いいなー、こういうね、夜いいなー。夜一人で海はなかなか危ない気もするけど、自分はちょっとな、ガヤガヤ好きだもんな。ほい。あ、全然釣れないじゃん。硬い木でも取りに行った方が良かったな。ひどい結果だ。あ、ハビートの結婚まであと2日だよ。あー、楽しみー。なんかイベント起きないかな。お、カタツムリだ。起きないか。こんな夜中にはね、まず入れないからな。家の中のイベントは見れないね。ドゥンチュンチュンチュン。
芝生ちゃんとの外イベントとかってあんま見てないよね。どこなのかな。なんかね、外イベントは結構バラバラだからね、場所が。ほい。よし、夜が更けてきました。が、調べなければ。材木置き場。だけどね、荷物がいっぱいだから、先に売らなければ。おほー、いっぱい。いっぱいだぞ、今日は。あ、流木もいいや、ゴミもいいや、海藻もいいや。はいはい、新聞紙、ミックスシード、松明、何でもかんでも売っちゃう。で、トマト、あ、トマトいいね、美味しいだろうな、絶対。1、2、3、4、5、6、7、あー、もうどれが、あー、もうどれくらい入るか分かんなくなっちゃったよ。とりあえずホップはあっちでしょ。で、トウモロコシ、トウモロコシ、ブルーベリーか。やばい、結構夜遅いよ。急げ急げ、材木置き場。電池だ。お、何これ。木切れの下から会員カードを見つけた。何なのかはわからないが重要そうな感じがする。アイテムを、はい、財布に入れた、財布に入れた。あの鍵とかが表示されてたところね、多分。ん、どこに書いてあったっけ。スキル、あ、これか。会員カード、会員カードね。考えられるのは、あの星のマークのあそこか、あのサンディの奥のところ、サンディの家の奥かな。よし、じゃあ今回はこれで終わります。結婚式まであと2日です。それではご視聴ありがとうございました。